皆さん、私、よき和彦と申します。今日朝、2006年バンド終了後ソロ活動に転向されます。現在、絶賛子育て中の地震の身の回りに起こった出来事をセキュララにジャズフレーバーな演奏に乗せ弾き語るシンガーソングライターとして活動中でございます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よきです。ありがとうございます。仲間を1曲、リリー・ジョエルのナンバーで、ニューステートオブマインド、Somehow I'm like a getaway, taking holiday from a neighborhood. I'm a flight to Miami Beach, out of Hollywood. And I'm taking rain, but I had a song, live a life.
イムフィジョイのナンバーですね、ニューヨークステッドのナンバーという曲をお願いしました。ピアノ弾き語りのシンガーソングライターということでですね、まあ、日常の先ほどもご紹介いただいたんですけれども、日常の本当この辺に転がっているようなことを、題材にして歌にしております。ね、絶賛子育て中、というご紹介もいただきましたが、2人の娘がおりまして、16歳と、10歳の、女の子なんですけれども、最近も第1次と第2次の反抗期2人ともこう重なってやってきておりまして、パパとしてはですね、毎日非常にこう肩身の狭い、日常をですね、送っているんですね。そんな彼女たちもね、夜は可愛いんですよ。まあ、ちょっと仕事に疲れてですね、寝顔を、彼女たちの寝顔を見ながら、いっぱいやるのが、僕の楽しみだったりします。そんな歌の一曲、寝顔という曲です。
ナイトという曲をお聴きください。そういった思いが詰まったこの男もですね、とってもこう素晴らしい、祭りというか、催しかなと思っております。その場所にお誘いいただき、そして参加できて、とっても幸せです。最後に、僕の街の歌で恐縮なんですけれども、戸塚区を、ちょっともう反対にひっくり返した感じで、スカトという曲なんですが、ボサノバのリズムに合わせて歌いたいと思います。つかとつかとつかと、これ繰り返していくと知らない間に戸塚になってるっていう、そういうちょっとくだらない歌なんですが、お聴きください。
間にか日が暮れて、カシオカも青い色を変え、誰ともなく流され、パラパラと家路を急ぐ、僕らがいつもたむろしたお願いします。ありがとうございます。